こんにちは、ここどこ長崎です。今立山公園を目指して登っています。皆さんは星はお好きですか？今日は長崎と金星と太陽のお話です。金星の太陽面通過という天文イベントがあります。8年間隔を1セットとするならば100年以上見ることができません。次回は2117年です。前回は2004年と2012年が1セット、その前は1874年と1882年が1セット。その1874年に長崎で金星の太陽面通過の観測が行われました。金星の太陽面通過を観測することで太陽と地球の距離を測ることができるそうです。そしてその観測のために長崎にアメリカとフランスから観測隊がやってきました。フランス隊はコンピラ山で観測を行っています。記念碑および観測台が残され県指定史跡となっています。ではコンピラ山の長崎金星観測碑観測台ご覧ください。太陽をあしらった丸の上に金星の黒い点が描かれていたのが分かったでしょうか。風化が進んでいますが貴重な資料です。隣には近代に建てられた記念碑もありました。さてコンピラ山はフランス隊の観測場所、アメリカ隊はどうでしょうか。アメリカ隊は大平山で観測を行いました。大平山とは今の星取山のことです。この観測をきっかけに大平山から星取山に改称されました。アメリカ隊の観測にはあの写真で有名な上野彦馬も同伴したとのことです。星取山にはサルク博の期間中案内看板がありましたが、山頂は NTT の敷地、あまり観光に来てもらっては困るのでしょうか。今はそれらしきものは何もありません。ということで今日は長崎と金星と太陽のお話でした。ご視聴ありがとうございました。コメント、そしてチャンネル登録をしていただけますと嬉しく思います。ここどこ長崎でした。